参加者の紹介だ。隣町のネイバーさん。隣町？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、春の月28日、今日はあれやんね。え、今日で合っとるよね。はい、28日、春の作物を競うコンテスト、自慢の作物を出品しよう。原っぱ広場で10時から18時、ちゃんと私は参加するよ。あ、マーガレット植えてない。なんか一応ね、花もいいんかなと思って、株とマーガレット両方取っとるんやけど、どうなんかな。とりあえず水やりしとくね、私。え、今日コンテストってことはあれか、道具屋さんは開かないのか。道具屋さん、雑貨屋さん開かないのか。あ、カバンが買いたかった。違うよ、横じゃないよ。は、これってさ、1マスやった時も2マスやった時も同じだけ減りよる、もしかして。やったら確実に、おお、じゃがいもなった。ってことはコンテストに持っていけますね、じゃがいも。ナイスタイミングやん。え、でもな、なんか全部ね、今のところマーガレットも株も品質がね 0.5 なんよ。じゃがいもはどうよ。ちょ、待って、とりあえずジョールしまっとこう。はい、ジョウロをしまいまして、じゃがいもどう？ほら、 0.5 やん。もう全然いいやつがないんやけど。てかこれ一個一個じゃなくってさ、すべてにおいて 0.5 なんやねつらーい。人んちの扉を勝手に開けていかないでくれますかね、いつも思うんだけど。ね、家の前通っただけでパカパカ開くのやめてほしいよね。ちょっとビビるんやけど、普通に。どうしよう、品質どれも一緒やな。あ、どうも。あったかくなってきたわね、のび太くんもそう思うでしょ。そう思います、私も。あ、もしかして大樹ってこっちから行けたりとかする？こっちからってどこ行けるんやっけ？ザーザーだき。こっちからじゃない？あ、全然違うわ。そっか、ザーザー抱きか、ここか。あれか、採掘場のところか。あ、じゃあ全然違うわ。あ、バスチーさんおはよう。おや、のび太ちゃん、太陽がとっても気持ちいいね。ね。そうですね。ってことは今回も飾り付けられたんかな、原っぱ広場。そんな名前やった確かそういう名前やったはず。あ、ドラえもん。いや、のび太くん、今日は晴れてて気持ちがいいね。ね。さあ、広場に戻って、戻ってじゃないわ。広場に、こっちか、広場。あれ、ちょっと待って、どこ？こっちはあれだ。あ、あっとる、あっとる。みんな広場に向かいよる、今。毎回同じ飾り付けなんかな？あ、違う。あ、ここに、審査員の人が座るってことかな？あは、上がれんかった。昼寝の季節じゃ、広場にいる場合じゃないぞ。いやいや、イベントなんだから。あ、これ、1位、2位、3位。なるほどね。いい天気で遊びたくなるじゃろうが、僕はしっかり世話するんだぞ。おはよう。のび太ちゃん、朝から元気ね。めっちゃ元気。ドラえもんは通り過ぎてった、もしかして。とりあえず10時まで寝ようかな。ここでは寝れんのか。じゃあ私10時まで寝るね。道端で。しかも絶対そこ邪魔。さあ、お、みんな集合。ねえ、のび太、ランちゃんお祭り参加するって言ってた？知らんがな知らんが。もしかして何？お祭りの時毎回みんな同じ会話なの？何それ、会話ぐらい変えよう会話ぐらい変えようやね。ねえ、そういう部分参加するよ、私。みんな参加するの？こういう時にね、みんなに声をかけておいて、ちょっと好感度、有効度を上げていこうかなと思って、私は参加しますよ、もちろん。親子みたいよね、ここ二人はい、それじゃあ参加しようか。
ちょちょさん。どうも。今日は春の作物コンテストの日だ。出品するなら作物を渡してくれ。一個だけなんかな。とりあえず、日数のかかるジャガイモの方にしようかな。はい。あ、同じくジャガイモの人がいた。マーガレットにすればよかったかな。みんなよく集まってくれたな。今から春の作物コンテストを始める。え、待って待って、君たち農家？違うやろまず審査員を紹介する。料理屋もぐもぐの店長レスター。思うんやけどさ、レスターさんってさ、めっちゃなんかグルメマンに似てない？よし、もう作物のいい匂いがしてきたよ、楽しみ。そしてニワトリ屋の店長ヘレン頑張って審査するわよ。そういえば昔お野菜を作っていたのよ。家庭菜園っていうの？あれをね、趣味やん。さて次に参加者の紹介だ。隣町のネイバーさん。隣町？うん。のび太。隣町のオーリンさん。この町からは出ないんすか？隣町行ってみたいんやけど。どこ隣町？だってマップに隣町映ってないけど、めっちゃ遠くからじゃない？やば参加者の紹介も終わったところで、これより審査に入るぞ。さあレスターにヘレン頼んだぞ。同じ町の人たちは大会とか出んってこと？うん。それでは審査が終わったようなので結果発表に移るぞ。まずは第3位だ。第3位は、あーもう呼ばれた、早い。のび太最下位やん。じっくり時間をかけて育ってみてもいいかもしれないね。うん。じっくり時間をかけてって言われても、もう収穫時期になったんやん来年は頑張ってほしい。次は第2位だ。第2位は隣町のネイバーさん。いいね。2位だけど、オイラとっても良かったよ。ちょっとかじっちゃった、ごちそうさまでした。かじっちゃったって言うけど、3位の私のは見ただけ味は美味しいかもしれんよ。惜しかったな、来年は1位を目指してくれ。最後に栄えある第1位の発表だ。第1位は隣町のオーリーさん。おめでとう。こんな美味しそうな作物を作るなんてすごいね。いいな、いいな、食べたい。よし。いいのは食べんかったんや最後に優勝者には記念のトロフィーを授けよう。改めて優勝者に大きな拍手を。まあ1年目で優勝はないか。なんちゃっかり長寿1位とか思ってた。以上で春の作物コンテストは終わりだ。今年もいい春の作物コンテストだった。今年悪い結果だった人も来年頑張ってくれたまえ。それではまた来年。はぁ、あ、なんてこったい。終わってしまったよ。まあね、0.5 やけんね、しょうがないよ。それはしょうがない。あ、もう回収の時間も過ぎとるやん。ふっ、みんなもう解散しとるね。あれ、撤去とかはいつしよるんやろ。そしてあれでしょ、今日とかもう閉まってんでしょ。あ、開いてる？いらっしゃい。お買い物しに来たの？あ、買い物できるんや。やった。ってことは、ジャガイモの種を買って、ちょっとマーガレットの種を買って、で、ちょっとカバンをでかくしたい。大きなカバン。はい、買います。カバンが大きくなった。これでどれぐらい入るかな？ありがとう。カバンを買ってくれてありがとう。それじゃあ入れ替えましょ。ほら。今までより多くものが入るの。魚や虫もたくさん入るのよ。やったー、イエーイ。とりあえず今までより多く入るのよって、これだけめっちゃ少ないやん。ちょっとびっくりしたんやけど。え、前までがこの一列だけやったってことやろ。もっとさ、なんか切り替えて使えるんかと思ったら2段になっただけ。どんだけやねん、少な。いらっしゃい。待って、虫網も買いたい。安かったよね。あ、とても大きなカバンがある。そういうことか。そうやってじわじわと。とりあえず虫網買います。ありがとう、また来てちょうだい。何、どうしたの、ケン？おい、のび太。やあ、ケン見てたぜ、虫網買ったろ。これでたくさん虫を捕まえるぞ。よし、俺様が教えてやるよ。ん、こんな暗いのにも虫取りの極意さ。虫取りといえば俺、俺といえば虫取りさ。行くぞ。ほら、ついてこいよ。えぇ、ー、もう、
ついていって教えてもらう、教えてもらわなくていいから行かない、ひどい。おーい張り切って走って行ったのにひどい。ほら見てみろ、虫がいるだろ。うん、あ、テントウムシ。ゆっくり近づいて、よし、 A ボタンで捕まえる。うわー、すごい、でかどんなもんだ。私も早く捕まえたい。こんな風に捕まえればいいんだよ。なるほどね。実は、あ、ちなみに今ここに虫がいたけど、時期とか時間によっている虫が違うからな。すごいや。そうなんだ。それじゃあ、いい虫捕まえられるといいな。ありがとう。じゃあな。素直に受け入れてお礼が言えるのびた偉い。いいってことよ。じゃあな。これで自由自在に虫が捕まえられるわけだよ。私も。もう虫いないんだけど。もう全く虫いないんだけど。屋上らへんにも虫おったよね。はぁ、あ、ハチ消えた。消えたよ。ハチが、消え、今そこに何もいなかった。何もおらんやん。何にもおらんやん。また今度捕まえよう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、とりあえず、一列一段は増えたけん、カバンの中身。またね、とても大きなカバンやっけ。あれを買わんといかんのと、家も大きくしてキッチンが欲しい。頑張ろう。お金を集めよう。